Yes, yes, yes. No, no, no. No, no, no. テンション上げ上げ。こんにちは、ほのぼのでイエイ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 。ブリク先生なの？違います。はい、それには理由がありまして、今回はですね、なんと最新号のポップティーン TV ポップティーンを購入いたしました。私はですね、もう出演始まってから毎日やっております。でですね、本当はほのぼの一人だけでやってもらおうと思ったんだけれども、今回のポップティーンの付録がなんとセシルマクビーのコスメ、うん、ということで、うん、結構ねコメント欄であるんですけど、ほのぼのとリコちゃん似てるよねっていう。それはない。それはないの、分かってます。私も分かってます。全然似てないんですけれども、コメント欄でリコちゃん似てるっていうコメントがすごく多いので、今回は何でもガッツリリコちゃんに似せようということで、このポップティーンのね付録を使ってリコちゃんがメイクしているんですよ。リコちゃんのメイク全くそのままほのぼのにノイノン楽器を入れていきたいと思います。あ、そうなの？はい。なんかこれ中に書いてあって、そう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 、それを真似すればいいかな。そうそう、だからそうそうだよ。このリコちゃんのやっているメイクをどっちがいいかな。なんか2種類あるのよ、都合上見せらんないけど。これブラウンか、そうブラウン風メイクかピンク系メイク、どっちも、まだブラウンの方が似合いそうだから、こっちの茶色い系でいきたいと思います。でね、見てこれね、見てここ、ここ、ソタくんもいいの。もうリコちゃんとソタくん、私今倒れそうになっちゃった。もう大好き。ひなちゃんも乗ってんのこれ。もう、ね、ちょっと切り取ってもらってもいいかしら。ダメです。フェイキーのページだけ自分で買ってください。ちょっとさ、服をこれっぽくしよっか。あ、でもないもんな、この服持ってないもんな。それではもう早速メイクしていきたいと思います。イエーイ。とりあえず開けてみましょう、どんなの入ってるのか。私この子好きなのよね、ユアティちゃん。あ、ユアティね、うちも大好き。大人っぽくてかわいい。めっちゃ上手だよ、ダンス。ダンスね。あ、すごいすごいすごい。セシルマクビーって感じ。こんな感じでございます、セシルマクビー。さ、セシルマクビーって言ったら服のイメージが。そう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 。あとさ、ノエノンでさ、お弁当買ったじゃん。そうそうそう、それのイメージが。セシルマクビーってお洋服屋さんだよ。知ってる、1枚系。まずこちらがブラウン系の、なんか名前あんのこれ。ポップアイシャドウ、ポップフェイスカラーって書いてある。そうだね、全部最初にポップつくからそれはポップティーンだからね。ポップティーンって書いてあるもん。あ、書いてないと、このピンク系のやつですね。あとこの2つはグロスと涙袋。あ、ウルウルライナー、あ、めっちゃいいじゃん。これめっちゃ欲しいんだけど。これ涙袋ウルウルライナーみたいです。でこれが口紅みたいです。韓国の子がね、2人いてね。そうなんだ。この子シール。あ、あんたも早く化粧水を塗りなさい。この子違う。あ、ソタくんいた。違う、ユイ。あ、すごい。カバンの中身紹介しちゃってんじゃん。あー、いた、ひなちゃん、かわいい。みんなかわいい、みんなモデルさんだよね、もう。表紙に使ってんのは、このほら、わかるかな、下のとこめっちゃピンクになってんだ。これ、あれだ、こっちのピンクの方やってる。ピンクやろ、表紙にしましょう。ブラウンの方がほのぼの似合いそうだけれども、表紙にしよう。ごめんなさい、表紙のメイクをほのぼのにしていきます。こういう顔して、あソタくんじゃないか。ソタくんページに手を入れてるという。ごめんなさい、行ったり来たり。他の子もやってるんだよね、メルルちゃんとかユアティちゃん、ホノバビちゃんとか。あんたが今日動画の趣旨分かったかしら。似てないからさ。そうなんですけれども、似てないのは分かってます。似てないのは分かったんですけれども、まあ、そういうコメントがありがたいことにあるということで、はい。似てるコメントないよね。妹さんに似てるっていうコメント結構多いですけど、妹さんにも似てるっていうの。なんかさ、緑色じゃないこれ。アイシャドウカラコン入れてんな、これ。いつもカラコン入れる？茶色ある？あるよ。あ、それ入れてもらおうかな。ちょ、逃げてったんだけど、なんか一言言ってってよって。何しに行ったんだろう。先に入れるの？うん、先に入れた方がいいでしょ。わかりました。じゃあ今回リコちゃんに寄せるということで、リコちゃん目が茶色いので茶色にしようということで、あ、これこれこれ、コンがなくて、ネットで買おうね、ネットで、うん、中学1年生になったほのぼの入れることができるのか。さあ何分かかる。 YouTube、 そう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 、入れて入れて、頑張って。入ってない、入ってない、入ってない。まつげごといくんだって。まつげになっていつも引っかかっちゃってんだもん。ねえねえ、あー、どっちからこう言ったか分かりますか。こっちです。泣いてんじゃん。笑わないの。早くして。はい、入りました。オッケー、よかった。ねえねえ、泣いてんじゃん。うち片方だけ二重なんです。あ、そう、最近ずっとそう。じゃあまず
こちらのピンク色系を今回使うんですけれども、これの A の位置を上まぶたに指で広く塗って、まぶたの隅をオフ、ツヤ感を高める。なんかこれ本当にリップクリームみたいな素材、めちゃめちゃリップクリームなんですよ。大丈夫これ、アイホール全体に塗っていいの。なんか目と眉の距離は近くていいね。いいことだよ。小声で言わないで。眉毛を剃りたい。前向いて。あ、おお、アイホール全体塗りすぎたかもしれないけど。次ですね。これティントなんじゃない？次に2番を取り、二重幅に重ねるマット感で目元を大人化するって書いて。これを塗っていきます。チップで塗るみたいです。チップで塗ってもいいと思うんですけど、二重幅あるじゃないですか。奥深い。あんた本当絶対ブラウンメイク見ようと思う。最近あんた目の下赤くなってるけどさ、あれあんまよくない。ここがパーン。これぐらい変わります。目開けてみて。いや、程よく目開けるってことできる。程よく、程よく。あれ二重立ってないあんた。あ、でもいい、いい、いい。ちょっともう片方も塗っていきます。これ本当に一番最初に塗ったのがすごくベトベトする素材なので、二重幅広くなる感じですね。だからさ、こう多分ちょっと手入れてあげると、あ、あんたなんないな。あんたなんない。前向いてください。ちょっとさ、うちさメイク下手くそかもしれない。ここに来てで、まあ、それうち自分でやっていいかな。いいよ。目の下にこの3番をねやるみたいです。下まぶたの中央だけに A の3を塗る。色を広げすぎると子供っぽくなるので細かめに真ん中ちょんだけ。おリコちゃん見てこれ、私もこれすごい思ったわ。真ん中ちょんしかやってないなって。あ、ダメだ、広げちゃダメなの。あ、そう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 、ちょっともうちょっと濃くていいかもしれない。うん、ウサオさんみたいな感じだよね。黒目の部分ってことやね。だから要するにこれ本当うち普通に使えそうなんだけど、シルマク。あ、かわいい、いいじゃない。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。オッケー。この次キラキラを目のここに入れるみたい。もうちょっとちょこっとしていい。こっち見て、こっち見て。動き役者みたいな。ちょっとあと眉毛整えてあげるね。そっからさすがに学校に言われちゃうから茶色にしてあげる。眉毛茶色に塗らせていただきます。眉毛あんの絶対剃った方がいい。これあんたすごいことが入ってる。ねえねえ、こっち向いて。あ、もうなるべく明るいようで大丈夫大丈夫。粉落ちてくるんやべえ。分かった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 、静かにして。すごい生えてるんで、前髪下ろせば大丈夫。前髪下ろしてもダメです。リコちゃんはこの眉毛生えてないんで。ねえ、なんでそういうこと言うの。コンシーラーで眉毛隠していい？この眉毛が隠れないな、眉毛。隠れるわけないじゃん。全然。剃る？こんぐらい剃ってもらって、シュッとしておかしいもん、ここに眉毛が入るって。そういうことやらないで、私、ジェイジゴリラなんて、誰もまだ発表してないんだから。隠れて隠れて。ほら。隠れてないよ。全然さっきより薄くなったから大丈夫。眉マスカラにしよう。どうなってる？え、キモいんだけど。全然大丈夫、なじませますから後で。マジやばいって。なじませます、ちゃんと粉で叩けばいいんだ。ちょっと強めに、強めにいかせていただきます。大丈夫大丈夫大丈夫、前髪かけるから大丈夫。前髪でさ、え、ちょっと待って、あと前髪もそれちょっとするから。で、口紅がこれ見て。はい、ということでですね、あれからですね、まめこさんにガチでリコちゃんフメイクしてくださいって頼んで、今回使った以外にも今考えたらマスカラもしてるしアイラインも引いてるねってお話になりまして、マスカラとアイラインとあとどこら辺やっていただきました。このほくろ、リコちゃんここにほくろがあるんでちょっと書いてもらいました。あ、いいじゃん。では、髪の毛の方なんですけれども、前髪をめちゃめちゃ激薄にします。そんな落ちてしまうで、ここを巻いてるんで、ここはダイソンで巻いてあげます。前髪の方、はい、直してお待ちくださいませ。前髪の写真ダイソン持ってきました。割れたコノボの方は長いんですよ。普通のアイロンで塗った方がいいかもね。ここはそうしよう。耳かけてるわ。耳かけて、コノボも同じぐらい長さのあるの、ここにこれはね。これを巻こう。ちょっと前髪長いな。ちょっと前髪長いね。それぐらいそれぐらいで、こっち側にこうしてる。リコちゃん、後ろの髪は一切切っていくのを見せてないから。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、全部飛んでった。あ、いい感じいい感じ。こいつらは中にいなきゃいけない。そのピン取って。
ほら、手に取ったらなんか変なのがいっぱい現れるんだわ。これ角度の問題で、あの角度で角度もそうだけど、角度でリコちゃん風にしましょう。それでは一応リコちゃんメイク完成です。じゃあこれから写真撮っていきます。リコちゃんと同じポーズしてもらってもいいですか。母さん、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 これでリコちゃん似てるのが出てくると思う？全くさ、同じさ角度とかさ合わせなきゃいけないからさ、母さんは無理。誰かが欲しいね。あ、そう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 、それで上向いて、もっと高く上げて、で、だから落としてあ、そうそうそう、やったらあれ、あ、そう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 、自撮りしてみて。やっぱ自撮りになると違うね。その口を保ちながら、ということで今回はリコちゃんメイクをしてみました。インスタでね、ちょっとマミコ写真上手なんで、マミコに写真本気で撮ってもらったのをラスト最後流したいと思います。インスタグラムでもですね、こちらのメイクした画像上がってますので、ぜひそちらの方もご覧ください。ということで今回ポップティーン付録めちゃめちゃ良かったので、まだ買ってないような方はぜひね、 Amazon で売ってますので買ってみてください。付録が高価で盛りだくさんですごいなと思いました。私もほんと1000年ぐらい雑誌買ってないんで、なんか雑誌買おうかなって思ってます。もっと同じ顔してもらっていいですか。あ、いいね、リコちゃんに似てるなって1ミリでも思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。雰囲気リコちゃんのね、ヒートもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また今度ポップティーンの付録紹介してほしいと思ったヒートもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。1個前の方もこの本だけでやってますので、ぜひよければ概要欄リンクありますので、ポップティーンの動画見てみてください。それではまた次回のロンドングルをしましょう。キャバ、バイバイ、チャジャジャン。低くなり響く音、透明なノイズ、なら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 、世界このアドレス。